今回紹介するのは、ちょっとね、地元でやったガチャガチャの紹介になります。じゃあちょっと、このままじゃわかんないんで、こっちから開けてっちゃいます。はい。で、今回やってきたガチャガチャは、じゃん。カタズンフィズ、サンリオキャラクターズ2でーす。こういうのもね、自分たちはね、発見できないのね、あんまり。全5種。そうそう。こんな感じ。で、目的はこのリトルツインスターズ。うん。オラン好きなんで、すごい。キララちゃんが好きなんだけど、最近あんまりになって、はぶられるっていうかね、あんまり選出されないのそう。珍しいって。そう。キララちゃんがある。そう。チンパ発見したんだけどね、うん。珍しいのあるよって。なのでやってみました。そうそう。キララちゃん狙いで。で、これね、まあ、カプセルで色で分かっちゃうんだけど。うん、まあ、まず1個目やってきます。で、はい、これ白2つあるから、白はダブっちゃう。でも、これも順調。かなり順調だと思う感じ。で、まず1個目が、これなんだっけ、キュンツルコの名前。シナモロール。の人形で、白いね。フィギュアか、人形っていうかね。フィギュア。カタズンフィギュア。フィグってフィギュアって意味だって。うん。カタズンのフィギュア。これ、可愛いよね。全部可愛いことは可愛いんだよね。うん、ただ、推しがいるっていうだけで。そうそう。そうか。で、自分たちこういうのも好きなんだけど、ほんと、こういうのとかね、ほんと、まあ、いろんなキャラが好きなんだよ。可愛いキャラね。うん、で、やって、これはちょっと被っちゃってね、一緒。うん。まあ、色的にね。そう。色でわかるような。では、まず一つは白のカプセルのシナモンロール。シナモンロール。シナモンロール。で、次。で、このピンクの入れ物に入ってたのが、オラン推しの、じゃん。ララちゃんね。キララちゃんのララちゃんでーす。もうこれが目的？かわいい。そう。これも。ほんと少ないんだよね。なんか。キララちゃんはね。キララちゃんかわいいけど、ね。そう、ツインスターズ少ないんだよね。ちょっと髪の毛がね、結構盛り上がってて、なんか影になっちゃって。そう。それぐらいなんか立体的にできてる。うん。やっぱかわいい。かわいい。このノーマルな服がかわいい。そう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 。もうほんと珍しいんで、これ興奮したよね。あ、珍しいね、つって。うん。っていう感じ？で、まず、ララちゃん。ララちゃん。で、次が、まあ、青いカプセルだからわかると思うけど、はい。じゃーん。じゃーん。キキくんっていうのうん。キキくんでーす。キキでーす。かわいいよね。だから珍しいよね。そう、ほんとに。このノーマルな服ももう珍しいよね。そう、意外にそれはっきりしていいんだよね。なんか、フィギュア自体も。かわいいよ。そうそう、かわいいんだよ、ね。すごいかわいい。そう、ちゃんとね、こうやって、忘れて、座るよ、あれ、座るようになってるの？座るようになってるし、ね、そう。これ全部座るようになってるし。で、キキくん？キキ。キキでーす。で、次が、黄色はもちろん、あの人です。じゃーん。じゃーん。ポンポコンプリンでーす。かわいい、ね。かわいい。ポンポンしてる。そう、ちょっとよくかかってる。そうそう、ちょっとよくかかってる。口がかわいいよね。あ、口からそうそう、かわいいね。ねプリン大好きだプリン。ポンポンプリン。プリン。だ全部可愛いことは可愛いんだね、やっぱり。そう。キキララ狙いでやったら、全種コンプするっていう。そうそうそう。で、しかも被りが1回しかないっていうね。そう。あ、ポンポンプリン。うん。これ人気だったみたいだね。これも、これ残り少なかったかな、結構。まあ、いつ出たか分かってないよね。うん。で、最後が、じゃーん。じゃーん。マイネロちゃんでーす。ちゃんと肉球まで可愛い。マイネロで。うん、かわいい。かわいいね、やっぱり。マイネロちゃんも好き。好き。マイネロちゃんピンクとかさ、うん、赤がこう、あなんて テーマみたいになってて、すごいカラーがかわいいのね、いつも。模様が、デザインが。そうそうそう。だから自分はね、昔やってたらキャッチャーとかだ、キャッチャーとかだとかわいい人形いっぱいあったね。うん、取れねえけど。マイネロちゃんもすごいかわいくて好きで。うん、なまあ、すごか、すごいよね。自分たちとしてはすごい。あ、あったんだ、こんなの。うん。だ結構ね、なんか最近うちの地元の方でも揃ってきたのかなって思います。うん。で、今回紹介したのは、これです。カタズンフィグのサンリオキャラクターズ2です。です。で、一応全種コンプです、こっちは。これは。こっちはね、これは全種コンプです。うん、結構可愛くていいと思う。うん。ほんと珍しいね、リトルツインスターズ。うん。いいと思います。